中妻貝塚は、茨城県取手市小文間にある、縄文時代後期から晩期にかけての貝塚である。1996年4月1日、および1999年4月1日付で、取手市指定の史跡となっている。中妻貝塚の位置あたり貝塚は、小貝川の中石低地に臨んだ台地に位置し、直径150メートル、25000平方メートルの範囲に及ぶ、厚さ1から2メートルの海藻からなる。利根川流域最大の環状貝塚であり、大和しじみを主体とする貝塚と住居、墓、貯蔵穴などを備えた集落遺跡である。1972年に取手市により発掘調査が行われ、その後も継続して遺跡の範囲や海藻の堆積などを確認する調査が続けられた。そして、住居跡や梅緑製作跡など貴重な資料が多数出土し、100体以上の人骨を埋葬した土坑が発見された。これまでも縄文時代の遺跡から多くの人骨が出土しているが、一つの土坑からこのように多数の人骨が出土した例はなく、縄文時代の社会組織については、住居史や埋葬形式などの考古学的事例や民族学的事例から論議されてきたが、人骨から議論されたことはなかった。当貝塚から出土したこの100体以上の人骨は発掘状況から短期間のうちに死亡した集落内の血縁の濃い人々のものであったと考えられたことから当時の村落の社会組織の解明に資するため破棺の計測値を統計的に処理し血縁関係の推定をした。また最近 DNA 分析の技術が発達し個人骨でも DNA が採取できるようになったこともあり、ミトコンドリア DNA 分析も行い、さらに、千葉県茂原市の川田貝塚の人骨の分析も合わせ、多くの知見が得られた。分析の結果が NHK スペシャル、日本人遥かな旅で取り上げられ、DNA 分析の結果、シベリアのブリヤート人と遺伝的に最も近いことが判明したと紹介され、話題を呼んだ。ありがとうございます。